小池鉄平、小池鉄平は、日本の俳優、シンガーソングライター、本名同じ、ウエンツ・エイジとの音楽で終わったの、元メンバー、大阪府南川地群狭山町出身。バーニングプロダクション所属、ヤギ座。左利き、身長167センチメートル、体重54キログラム、靴のサイズ26.5センチメートル、雑誌の活動を経て、 2002年に関西テレビ制作のドラマ天体観測で俳優デビューしウエンツエイジと音楽デュオアットを結成して2005年にメジャーデビューを果たす。同ユニットは2016年をもって解散となった。2016年舞台1789キンキーブーツでの演技が評価され第42回菊田和夫演劇賞演劇賞受賞。 2018年11月8日、3歳年上の A、夏子と約3年間の交際期間を経て結婚したことを公式サイトで明らかにした。2019年9月6日に第一師団児が誕生。2021年に第二師団児が誕生した。左利きであるが、ギターボーリング、習字などは右手を使っている。これは元来右利きだったのが、幼少期に、 左利きの父親の真似をしていたことによって、おのずと両利きになり、厳密には、強制による左利きである。左利きであるがゆえに、ワットでは、お互いの利き腕がぶつからないように、小池が右、ウエンツが左と立ち位置が決まっている。強制さりで、手先が器用で、マジックや、コンピュータゲームを得意とし、ドラマなどで左手を利き腕にしていることが多い。ヨーヨーが得意で、 2011年4月29日放送分の笑っていいとものドヤテク Z コーナーでハイパーヨーヨーの技術を披露したことがある。かつて小型船舶免許を保有していた。中学生時代はバスケットボール部に所属していた。空手もやっていたが人を殴るのが嫌という理由ですぐに辞めた。堀越高校の高校生時代は芸能の仕事がなく解禁症だった。 鉄平という名前は、父親の好きな漫画、俺は鉄平』から。目標の人物に、福山正春の名前を挙げて、ああいう色っぽい大人になりたい。ああいう音楽と俳優を両立できてる人になりたいと、語っている。ストーンズの京本大河は鳩子にあたる。本人は、基本真面目だけど、案外面倒くさがりで、マイペース。と語っている。 ドラマや映画で共演したキャストやスタッフから芝居に対する真面目な姿勢や気配り上手な人柄を高く評価されることが多く、芝虎で共演したマヤミキも叩いたら人間の嫌な部分が出てくるんだろうと思うんだけど、どこからも出てこないとうと小池の人柄を絶賛している心配性で涙もろい一面もあり、芝虎ではプレッシャーから涙を流しながらのクランクアップとなった。 小袋図書対面した時に、鉄平が僕等の居場所を歌った際、お返しに小袋が鉄を歌った時に、イントロから感激のあまり泣いていたインディーズのデビューイベントで号泣した。音楽を始めたのは中学2年の時で、ゆずの弾き語りに憧れてギターを始めたことがきっかけだった。初めて弾いた曲は、ゆずのシングル、友達の歌。 2012年4月27日放送のフジテレビ、僕らの音楽で、ゆずと共演している。ジュノンボーイコンテスト最終選考会では、小袋の鉄は立ちを歌っている。この時、演奏中に、ギターの弦が切れたが演奏を続けて、グランプリに選出された。2002年に、ウエンツとワットを結成し、アイドル歌手ではなくオリジナルの楽曲で、代々木公演近辺で、 ストリートミュージシャンの活動から始めた。ワットとして第56回 NHK 紅白歌合戦と第57回 NHK 紅白歌合戦に出演した。初出場時にマイクスタンドが倒れ、翌年本番前に楽屋からステージに移動するエレベーターが急停止し、閉じ込められたが、56回はマイクなしの生声で歌唱し、57回は本番に間に合った。 初出場の第56回はメジャーデビューから2ヶ月だった。小袋のファンを公言し、コンテスト最終戦公開の他に月光音楽団にワットとして出演した際、ストリートミュージシャン時代に歌った ALL をカバーした。ソロデビューは2007年2月の君に贈る歌、ラッキーでハッピーで森永乳業のアロエオーグルトのコマーシャルソングとして使われていた。 前日の通り、ワットは2016年2月をもって解散した。2009年現在で一番大変だった仕事は、ドラマ、ウォーターボーイズにで、撮影期間は1週間のうち6日が撮影で1日は、シンクロナイズドスイミングの練習と、過酷であった。撮影まではほとんど泳げずにスポーツジムで練習した。礼儀正しさと芝居に対する、 真剣さが当時のスタッフから評価され、シンクロの大技である五段矢倉を練習している際に、肩を脱臼したが撮影を続行している。この際の脱臼はこの後も、脱臼癖として残っている。ありがとうございます。